皆さん、こんにちは。本日は日経平均株価を、それを構成している銘柄から算出してリアルタイムに取得します。また、それを応用して日経平均に対するそれぞれの銘柄の寄与どもリアルタイムに取得します。リアルタイムなので楽天証券の楽天 RSS を使用します。リアルタイムスプレッドシートを起動し、 マーケットスピードにログインしておく必要があります。日経平均株価は225銘柄で構成されております。かといって平均株価は銘柄の株価を全部足して、それを225で割るわけではありません。みなし額面、助数という、普段はあまり気にしない値を使用します。日経平均プロファイルにて確認することができます。 今回はリアルタイムに取得することが目的なので詳しい用語の説明は割愛しますが、覚えておいて損はないです。ただし、値に円がついていたり、計算式だけになっている銘柄もあるのでそこら辺は自分で修正しておきました。 Excel の計算に使うので数値だけが必要です。今回は直接ダウンロードせず、Excel にてウェブからリンクを取得してデータを取得することにしました。リンクアドレスに変更がなければ、更新にて最新の情報を取得することができます。 それでは各銘柄の現在地を取得します。各構成銘柄には採用株価というものがあり、動画に示す計算式で算出できます。採用株価はみなし額面50円あたりの株価ということです。この採用株価を助数で割ります。小数点以下3位を四捨五入するのが規則ということです。これを225銘柄全部に適用し、 全部足したものが日経平均株価になります。せっかくなので各採用銘柄の寄与度も計算してみます。それには前日の株価が必要ですが RSS で取得可能です。先ほど構成銘柄の採用株価を算出し、助数で割りました。 今度は前日の終わり値に対して同じ作業を行います。助数、みなし学面も前日のものを使う必要がありますが、便宜上、現在のものを使用します。この作業を225銘柄に行います。これで前日と現在のデータが揃いました。それぞれの銘柄で採用株価を助数で割ったものに対して、現在引く前日。 こうしたものが清戸になります。ですので前日の採用株価を助数で割ったものを全て足せば、前日の日経平均株価を出すことができます。225銘柄の清度を全部足せば、日経平均の前日比が出ることにもなります。 Excel ファイルで自分で入力するところは助数です。また採用名柄に変更があった場合コードだけを修正して簡単なマクロを実行するだけです。10月1日に9434のソフトバンクが採用され、4272の日本火薬が除外されます。本日はここまでにします。またお会いしましょう。さようなら。